yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。皆さんお待たせしました。今日はね、皆さんが多分聞きたかった、まあ見たかったであろう動画をね、ちょっと撮ろうと思います。それはですね、先日僕がね、先行でレビューをさせていただきましたこちらの、ソニーの完全ワイヤレスイヤホンですね、WF-1000X M4 ですね、こちらを、僕ね、買いました。レビューが終わった後こうね、普通に僕も、Amazon で、購入をして、それが届きましたっていうところですね。まあこのイヤホンの詳しい内容に関してはね、概要欄に、リンク貼っておきますので、そちらの動画を見てほしいんですけれども、まあ基本的にはですね、まあ素晴らしいマシンです。ノイキャンがね、とにかくすごいし、まあこのね、筐体もちっちゃいし、デザイン性もいいし、こう音質もね、良くてっていう形で、まあ本当にこう、まあ火の打ち所がないというか、まあ完璧に近いイヤホンだなということでね、評価はさせていただきました。で、まあこの、ね、単体としての評価というのはあるんですけれども、まあ実際ですね、じゃあ僕が使っている、イヤホン、他のイヤホンと比べてどうなのか、最終的にこれは今ね、どれぐらいの位置にいるのかっていうのを、お話ししようと思います。まあ先行レビューの時はね、まあこうこの単体で語ることはできても、なかなか他の他社との比較をするっていうのは結構大人の事情で難しかったりするんですけど、まあこれはね、もう本当に買ったので、他のイヤホンと並べてお話をしようと思います。で結論から言ってしまうと、もうね、この2つの勝負なんですよ。こちらのですね、僕が、去年2020年ですね、年間の、ベストワイヤレスイヤホンに選ばせていただいた、これ JBL のクラブプロプラスっていうですね、ワイヤレスイヤホンがあります。で、去年ね、2020年終わってから2021年この上半期、まあ、いろんなイヤホンまたね試したんですけど、まあ、正直な話ですね、僕が試した中ではまだね、これが、1位なんですよ。このね、ソニーのイヤホンを、抜くと、これがね、暫定で1位ですっていう状況が続いていました。そこに今回このソニーのワイヤレスイヤホン、新型がね出てきたことによって、首位が変わるのかどうかっていうところですね。2021年上半期時点で現在発売されている僕がね、こう試したワイヤレスイヤホンの中で1位をね、今日決めたいと思います。多分皆さんもこのね、イヤホンが出た時に、このクラブプロプラスと、これと比べて、じゃあどっちがいいのか、僕はどっちを押すのか、どっちを使うのかって話をね、多分聞きたかったと思うので、それについて、今日話をしようと思います。今回ですね、まあ、それぞれ項目に分けて、まあ、5つの項目かなに分けて、お話をしようと思いますので、ちょっとまとめてきました。順番にね、それぞれ語っていきます。まず、まあ、分かりやすくね、差別化ポイントで言うと、ノイズキャンセリングですね。こちらの、ね、ソニーの、ね、WF-1000X M4 はですね、まあ、非常にノイキャン性能が高いです。本当にこうね、低音もそうだし、こう高音もそうだし、もう中音も含めてですね、かなり綺麗にこう周りの音をシャットダウンしてくれます。で、まあ、圧迫感もね、比較的少なめということで、ここのね、進化がすごいんですよ。で、それに対して、まあ、こちらですね、 JBL のクラブプロプラスはですね、まあ、ノイズキャンセリング外音取り込みについていますが、まあまあマイルドなんですよね。まあ、そんなにね、こうレベルが低いわけでは決してないです。かなりこう十分に近いノイズキャンセリング能力が持ってるんですけど、まあ、ちょっとね、このソニーとかと比較しちゃうと、他のね、こうノイズキャンセリングが強い AirPods Pro とかね、そういうところと比較しちゃうと、まあ、ちょっとだけね、まあ、やっぱ落ちるかなっていうことで、まあ、こんな感じの評価ですね。こっちの、ね、ソニーが評価でいうと、まあ、5段階に5で、こっちが 3.5 っていう感じですね。はい。で、続いてアプリのね、完成度、操作性っていうところなんですけど、これはね、非常にどちらもいいです。どちらのアプリもこう簡単にね、アプリつなぐことができますし、レスポンスもね、いいんですよね。設定がすぐ反映されますし、あとはイコライザーとかの調整、細かいカスタムの機能っていうのが、まあ、どちらもね、すごくよくできていて、かつね、イコライザーいじってもね、どっちも音が破綻しないんですよね。こう質が悪いこうアプリのイコライザーとか使っちゃうと、このイコライザーでね、音を変えた時にこう良さがね、失われてしまうというか、こう音が破綻してしまうことがあるんですけど、それもね、どちらもなくてっていう形で、ここのところはね、2つとも非常に完成度高い、イヤホンだなと思っています。続いて操作性ですね。ここを結構悩ましいところ、なんですけど、両方今ねこれ4って形にしてるんですけど、これね、それぞれいいとこと悪いところが
あるんですよ。どちらもね、操作性自体はすごく良くて、レスポンスもねいいですし、こうサクサクね動かすことができるんですけれども、どちらもねこう最高評価の5をつけなかった理由としては、マルチポイントの対応ですね。最近のイヤホンだとこう例えばヌアールのね N10 プラスとかね、僕使ってたりするんですけど、マルチポイント接続っていうのがあって、この MacBook と iPhone ですね、こう2台の機器に同時に接続をしていて、どちらからもね、こう音声を聞くことができますみたいな、ジャブラの 85T とかねに搭載されている機能があって、で、それがついてたら満点かなと思ったんですけど、これは、どちらもついていないんですよ。なのでそれぞれデバイスを、変えるときは接続を切り替える必要がありますっていうので、まず満点じゃないっていうところ。でかつマルチポイントじゃなくても、この Bluetooth の接続ちょっとねまた細かい仕様がありまして、この2台のデバイスですね、例えばこの MacBook と iPhone2 台のデバイスを接続しているときに、このソニーの Mark4 こちらのイヤホンだと、例えば今 MacBook につながっている接続を iPhone に変えたいというときにですね、 iPhone 側から切り替えることができるんですね。 iPhone のこう Bluetooth の項目から、こちらの、Mark4 を選べば自動的にこれ接続が切り替わります。こっちから MacBook から切れて、iPhone の方に接続がされますっていうね、仕様になってるんですけど、こちらのですね、JBL のクラブプロは一回接続を切らなきゃいけないんですよ。この MacBook に接続をしている状態だとペアリングを切り替えることができなくて、一回イヤホンの方でこう、ペアリングモードにして、でその状態で、この iPhone で接続をするとペアリングが切り替わるっていう形で、一手間ね入るんですよね。一回このデバイスでね接続を切るっていう動作があるので、僕みたいに MacBook とか iPhone とか複数の接続機器ですね、これを切り替えて使うっていう人にとってはですね、こっちの方がねちょっとペアリングの点では使いやすいんですよ。でなんですけど、じゃあなんで同じ4評価つけてるかっていうと、操作の項目ですねが微妙にこっちのクラブプロの方が使いやすいんですよ。どういうことかというと、このクラブプロプラスはですね、もう再生と停止と音量の調整、そしてペアリングの切り替えとか曲送りとかですね、あと外音取り込みとそのノイズキャンセリングの切り替えっていうのが全部ね、このイヤホンの中でできるんですよ。このイヤホン触るだけで音量調整とかね全部できるんですけど、こっちのソニーのですねマーク4ちょっと なんかね惜しいんですけど、全部できないんですよ。この大きく分けると外音取り込み切り替えの機能と、音量調節の機能と、こう再生停止とか曲送りの機能、このね3つの項目に分かれてて、その中から好きなのを2つ割り当ててくださいっていうのがこっちの WF-1000X Mark4 なんですよね。なので全部ねこのイヤホンだけじゃできないんですね。僕はこう再生停止とあと外音取り込みとかノイズの切り替えっていうのを2つ選んで使ってるんですけど、そうすると音量の調節ができないんですよ。なのでこうスマホをねいじって音量調節してるんですけど、そこがね微妙に惜しいんですよね。なのでお互いねこうマルチポイント対応してないっていうのと、あとはお互いにちょっとだけ惜しいところがあるっていうところで、4にねしています。続いて持ち運びやすさ、携帯性のところなんですけど、ここはね正直どちらもね高度つけがたいというか同じぐらいのサイズ感なんですよね。こんな感じでちょっとねこっちの WF-1000X Mark IV の方が縦幅はねちっちゃいんですけど、横幅は大きくて、でこう厚みは同じぐらいでという形で、多分ねこう体積でいうとねそんなに変わらないんですね。なのでちょっとねそこの部分は一緒かなと。で電池の持ちもねそれぞれそんなに変わらなくてほぼ同じぐらいなので、この携帯性っていうところも一緒かなと思います。で他のイヤホン見た時にですね、もっとちっちゃいイヤホンは正直あるんですよ。なので4ぐらいかなと思います、両方ともっていう形ですね。はい。で最後にですね、いよいよというか結構大事な肝のポイントなんですけど、音質ですね。音質についてどちらがいいのかって話なんですけど、これはね正直ここまで来るとどちらもねレベル高いイヤホンなので、ここまで来ると好みの領域にはなるんですけど、あくまで僕のじゃあ好みの中でどっちが好きかっていうところも含めてお話をさせていただくと、こういう結果にしました。こっちのソニーが4、こっちの JBL が5、という形にしています。でこれはねどういう判断をしたかというと、
まあ、ソニーのね、まあ、歴代の僕、イヤホン全部試してるんですけど、やっぱりね、なんというかこうすごいね、音は綺麗なんですよ。音は綺麗だし、こう解像感もあるし、分かりやすい音なんですけど、面白い音かって言われるとちょっとね、まあもう一歩かなって思うところがあるんですよね。すごくね、こう音自体はこう、まあ、いろんなところからですね、もうこう綺麗に聞こえてくる、クリアな、すごいクリアな音が聞こえるイヤホンなんですけど、例えばこの JBL のクラブプロプラスだと、まあ、それに加えてですね、ちょっとねこう温かみがあって、こうね、こう豊かな響きがあるんですよね。こうしっかりね、こう箱の中に収まってる感じ、こう反響も含めて音の中に包まれる感じで、すごくねこう、まあ、心がね震えるような音作りっていうのがあるんですよね。例えば、ね、他にもアビオット、僕が好きなね、イヤホンメーカーあるんですけど、アビオットとかはもっとですね、こう生々しい音、こう解像感が高すぎて、こうまるでこう生音に近い、こうそこでね人が喋ってる、こうねトランペットのベルが鳴ってるみたいな、膜がね震えてるような、非常にこう繊細なところまで感じ取れるイヤホンとかがねあるんですけど、そのあたりのイヤホンはこうイヤホン自体の質の高さプラス、まあ、個性というか特性が乗っかってるんですよね。うわ、このイヤホンはすごくここが面白い、いやここはもう唯一無二だよねみたいなポイントがあるイヤホンは、まあ、本当にね僕はこう好き で、で、まあ、音質で言うと評価5をねつけたいなと思ってるんですけど、なんかソニーのねこうイヤホンってそこがちょっと、まあね、もちろんねこう万人向けに作られてるっていうのがあるからだと思うんですけど、ちょっと面白みが足りないなと感じてしまうことがあるんですね。まあちょっとねこれに関してはイコライザーの調整だったりとか、あとはこうね、まあ、聞き込んでこうエイジングをしてったら多少変わるところはあるかもしれないんですけど、まあ、僕の好みで言うと他にもね、もうちょっといいイヤホンが、特にこう JBL みたいなこう臨場感感じられるイヤホンとかは僕すごい好きなんですよね。なので、まあこういう評価にね今回してみました。これで一回まあざっと集計はしてみました。こんな感じでソニーが22点合計で、まあ、JBL が 21.5 点ということで、まあそうですね、もう 0.5 の差なんですよ。でここで、まあ、ちょっとまあ冷静に立ち返ってみて価格見てみると、ソニーはですね3万3000円しますで、JBL はね2万2800円ということで、もちろんね、まあ、去年のモデルなので多少ね値段が下がってるというのもあると思うんですけど、こういう形です。まあなのでまあちょっと価格とこのまあねこの微妙な点数の差っていうところを考えると、もう本当にもう甲乙つけがたいところかなと思います。まあ正直これ僕どっちを今1位に選ぶか本当にね迷ってます。本当に今でも迷ってるんですけど、まあもちろんね、まあ、どっちも1位っていうことはできるんですけど、やっぱ結論をね出すのが僕の仕事かなと思うので、まあ言い切ると僕はこっちかなと思います。ソニーの WF-1000XM4 ですね。まあどちらか1個もしもう残さなきゃいけないんだとしたら、まあやっぱこっちになっちゃうかなっていうのがね、まあ正直なまあ感想ですね。まあその選んだ理由としては、まあノイキャンが強いっていうのもね、あるんですけど、やっぱりそのね、接続の切り替えのところですかね。僕結構本当に日常の中でも何回もねこのイヤホン、これ切り替えるので、まあ、そこがね切り替えやすい、この使いやすさっていうところで言うとね、やっぱこっちがねどうしても魅力的になっちゃうんですよね。もう気軽に使ってもうこうサクッとねこう音楽も聴くし、こう作業もするしっていうところで言うと、まあやっぱこっちの方がねこう楽なんですよね。あとポイントとしてはこれ、ね、専用のイヤーピースがねこれソニーの方ついてるんですけど、これのね質が非常に高いんですよね。すごくこう耳の中にこうキュッとねフィットしてこうね音を逃がさない構造になってるんですけど、で同じくですね僕はこの JBL の方もですねイヤーピース変えてまして、これヌアール製のマジックイヤープラスっていうですね、イヤーピース使ってます。これがですね非常に良くて、こうウレタン製でこうキュッとねこれもフィットするものなんですけど、まあ、正直先ほどまでの評価っていうのは、この JBL の評価っていうのはこの JBL プラス、このマジックイヤープラスっていうねイヤーピースつけて、それで初めて
あの実力なんですよ。なんですけど最初からですねこのソニーの方はこのね最適なイヤーピース、非常にいいイヤーピースがここにね同梱されてるついてるっていうところも含めて、まあ、評価をね、したいなと思いました。まあ、音質がね先ほどまあこっちの JBL の方がいいっていうふうに僕は言ったんですけど、まあ、とはいえそれもねこう微妙な差です。まあ強いて言えば僕こっちの方がね好きっていうぐらいで、決してね音質は悪くないというか、むしろね本当にこうまあ最高級に近いものなので、まあそういったところでもですねまあ微妙な差だなというところで、まあどっちかねまあ1個選ぶのであれば、まあ1個だけね選ぶのであれば、まあこっちのねソニーのイヤホンかなと僕は思います。今のところで言うとね、まあこれがね僕今 iPhone 使ってるんですけど、 Android 使ってる人だったらまたちょっと、ね、違うと思います。こちらのソニーはあの LDAC っていうですねこう高品質のフォーマットの Bluetooth にねこちら対応しているので、Android みたいな、ね、LDAC 対応のね、機種使ってる人だとさらに、ね、音質上がるんですよ。まあ、そういうとこ考えると、まあ、やっぱりねこう、まあ、価値はあるなと思いますし、本当に難しいねこう戦い、まあ、それぐらいも肉薄している戦いなんですけど、まあ、僕はねこっちかなと思います。まあ、もちろん価格の差もありますし、こうデバイスを、ね、そんなに切り替えないっていう方はね、むしろこっちの JBL の方がいいんじゃないかっていうね、こともあるので、まあ、すごい難しい戦いなんですけど、僕はね、まあ、今回は、まあ、上半期、6月時点ではこっちのね、方を押していきます。はいはい、というわけで今回は、僕のね、今の上半期2021年上半期時点でベストなイヤホンは何なのか、このソニーなのかこの JBL なのかっていうところで、結論を出させていただきました。まあね例年そうなんですけど、まあ、大体ねイヤホンってこう年末にかけて、まあ6月以降ですねの方が、新型のイヤホン、出る傾向があるので、またですねこう2021年が終わる時ですね、2021年のこう、まあ、総決算ということで完全ワイヤレスイヤホンランキングっていうのはね、今年もやろうかなと思うんですけど、まあその時にもですねきっとこの2台はね登場してくるんじゃないかなと思います。でその中で、まあ、残りね半年僕が使っていく中で、まあ、アップデートとかね使い方とかで実はねもしかしたらこっちの方が良かったとかねいう可能性もあるぐらいですね本当に肉薄した戦いだったなと思っております。なので、今ね完全ワイヤレスイヤホン探していて、まあ、どれをね買おうか悩んでいる方、このね2つだったらどっちがいいのかなってね僕が持ってる中だとどっちがいいのかなっていうのを気になってた方はね、ぜひ参考にしてみてください。まあ、本当にね、まあ、ソニー僕正直圧勝かなと思ったんですけど、意外とねやっぱりねこの JBL 本当にまあいいマシンで、肉薄してるなっていう感想でした。はい、まあ、こんな感じでねこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットのお話だったりとか、インテリアのねお話とかよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの藤でした。バイバーイ。